ウクライナ軍の第47機械化旅団がザポリージャ州でレオパルド2が実戦で砲弾を発射し、白昼の荒々しい戦闘の様子を SNS に投稿したようだね。ロシア軍の第2防衛線も突破したと言われているウクライナ軍だが、劣勢から大きく戦況を変えたハイマースの性能についても気になるところだな。さて今回はこの新型戦車レオパルト2について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドイツやオランダなどの北大西洋条約機構 NATO 加盟国を中心に運用されている、ドイツ製の新型戦車レオパルト2がウクライナ軍に供与されたよ。レオパルト2には A4、A5、A6 および A6M などがあり、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されており、ウクライナへは 2A4 と 2A6 が供与されているね。レオパルト2の中で1980年代に生産された 2A4 は装備が古く、砲塔の装甲が垂直方向を向いていることが特徴で、1990年代に生産されたレオパルト 2A5 以降は砲塔部にくさび型追加装甲が装備され、その他の改良も加えられてアップグレードしているぜ。レオパルト2の全てがラインメタル社製の 120mm ヌメ鋼砲を主装備しており、A5 までは44口径だが A6 以降は55口径 120mm 滑空砲に換装し砲身長を延長した。約 1.3 メートル長くなり砲弾の初速が向上したことで射程も上がったな。A5 以降の第2世代の改良で戦闘能力は強化されたが追加された装甲により重量が増加したために機動性や航続距離が低下したほか、A6 で約 1.3 メートル長くなった砲身の扱いについて取り回しの悪さが問題になり当初は良い評価ではなかったんだよね。このレオパルトには砲塔に弾薬を保管する特別なコンパートメントを搭載しており、攻撃を受けると外側に向けて爆発し乗員を守る機能となっており、ロシアの戦車はというと砲塔の下に弾薬を収納しており弾薬が爆発すれば戦車も乗員も被害を受ける可能性もあるんだ。これまでにウクライナにはレオパルト 2A6 を21両が供与されており、陸軍第47機械化旅団を支援し戦車中隊を送っている第33機械化旅団に配備されその後、陸軍第47機械化旅団は南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある交通の要衝トクマクを経由して、メリトポリに至る約 80km に及び転校生軸で前進を続けている軍団で任務についているよ。その第47機械化旅団と第33機械化旅団は6月上旬にロボティネ方面の攻勢を開始した際、6月8日ロボティネの北にロシア軍が設置した塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物や地雷原を進みレオパルト 2A6 戦車、M2 歩兵戦闘車など、保有する貴重な車両20数両失うという、大きな損害を出してしまったな。これを軍事専門家に叩かれ西側のメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルトには役に立たないとの声も聞かれるほどであったぜ。この失態により第47機械化旅団はレオパルト2や M2 の運用方針を改め、その高性能の暗視装置を生かし夜間に後方から攻撃を加える自走砲的な使用方法を取り、またはロシア軍が施した塹壕に突撃隊が遭遇すれば M2 が機関砲で制圧射撃を行うなど戦果を上げていったってわけ。西側諸国より供与された強力な戦車を失うわけにはいかないという見方があり、レオパルトを撃破した。ウクライナは軍事的な損失を被っているとするロシアの主張により、西側諸国による支援を滞らせないためではないかとも言われているね。西側諸国からのレオパルト2やイギリスから供与されたチャレンジャー2や、また現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスはロシア製の戦車より長射程で、隊の後方から最前線を支援するといった戦術はまさに理にかなっているといえ実際、ウクライナ軍は南部ザポリージャ州で地雷原と塹壕で守られたロシア軍の第1防衛線を突破して第2防衛線をも越えたとされ前進を見せているんだ。ウクライナ南部に展開する第47独立機械化旅団は9月29日、西側諸国から供与されたドイツ製の最新鋭戦車レオパルト2が、歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに実戦で砲弾を発射する様子の動画を SNS に公開したよ。これには第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子や、レオパルト 2A6 とアメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とが並んで走行しているのが撮影されていたね。映像では遠くに砲弾が着弾して爆発する様子や姿の見えないロシア軍が近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交い、米国製 M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車が少し後退し車体後部のスロープを下ろして、乗り込んでいた歩兵が、M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した6名が飛び出し、身を隠すためにロシア軍が掘った塹壕に素早く飛び込んだぜ。M2 ブラッドレイが少し後退したところにレオパルト2が 122mm 四方を発射し攻撃しながら、前進したのはロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外し乗員を守るためだったと思われるな。このような機動性が優れた西側製の戦車には高速で後退できるギアが標準で装備されており機敏な動きができるが、ロシア製の戦車にはない装備ってわけだ。レオパルト2から発射された砲弾の着弾点は映ってはいなかったけど、命中を喜ぶウクライナ兵が歓喜の声を上げており、ロシア軍が放ったと思われる弾が撮影者の頭上を飛び交い昼間に行われた荒々しい戦闘が撮影されていたよ。この戦闘で、レオパルト2がこれまでの後方から最前線の部隊を支援するといった任務から、最前線での攻撃に変更されたとも考えられるが、この強力な新型戦車が自走砲的なものとは違い戦車であったと改めて認識させられたね。そして前進するにつれ、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍がありえないほど敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったんだ。これまでウクライナ軍が戦争開始当時から悩まされてきたのがロシア軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースであり、これに対して供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を捉え移動する前に素早く攻撃を加えているぜ。さらにアメリカから供与された長射程で精密な攻撃が可能な高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などのアメリカ製マースから発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、やはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどのアウトレンジ攻撃によってロシア軍の後方の弾薬庫や燃料の集積所や物資の供給網などのほか、司令部なども破壊し、ロシア軍の前線での作戦に影響を与えロシア軍による火力が大きく減退しているな。NASA アメリカ航空宇宙局が通常は森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星で今回、戦闘で起きた火災を反映させた分析の結果、観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの10日間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの10日間では662件、20日から30日までの10日間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少しており、ロシア・ウクライナ戦争が継続中の7月中旬以降にウクライナ東部でロシア軍による攻撃が極端に減少したことが今回の分析データで分かったよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、7月16日に公開した分析で、ウクライナがアメリカから供与された長射程の高機動ロケット砲システムハイマースで、ロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大幅に減り、それが熱源の大きな減少にも反映されたと見られるんだ。これについて専門家などは、ウクライナ軍はロシアの多連装ロケット砲や火砲はほとんど破壊できていないのに、NASA の人工衛星の熱源データにおいて砲撃数が減っているということは、前線にいるロシア軍に弾薬が届かず、砲撃できない状況にあるか、ウクライナ軍の長射程の兵器により、ロシア軍後方の補給拠点が破壊され弾薬自体がなくなったのではないかと見ているぜ。その上で、ロシア軍はこの現状に対応するために弾薬をハイマースの射程とされている 90km より遠い場所や数カ所に分散して配置したために、輸送効率が下がり前線に届ける弾数が減り砲撃できなくなっていると指摘しているらしい。アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースについて、機動性が高く、陣地に入りすぐに射撃を行い、反撃を受ける前に離脱でき、GPS により正確に攻撃できるとし、劣勢だったウクライナ軍がロシア軍に大きな打撃を与え、ウクライナ側の被害も抑えることにつながりハイマースが戦況を大きく変えたゲームチェンジャーであると述べているよ。ウクライナ軍が高密度の地雷原を突破し、劣勢に立たされているロシア軍の砲撃も減っており、今後ウクライナ軍の元へ到着する優れた戦車も登場しウクライナ軍の進撃はさらに高まる可能性があるかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。